このお菓子めっちゃうまくないですかと思うんですけれども、あのヤンヤンつけ棒ですね。つけ棒ってなんかすごい美味しい魅力がなんかあって、定期的に食べたくなるなっていう風に感じますね。なんかこのチョコレートがすごい美味しいし、この棒もなんか美味しいんですよね。なんかあえてチョコレートつけないで、棒を食ってもうまいし、チョコつけたらもっとうまいし、であとなんかあの砂糖の塊みたいな色ついてるやつ、あれもすげえパチパチな感じで美味しいし、つけ棒いいですね。なんか食おうかなって感じです。これからもつけ棒好きな人いたらぜひコメントお待ちしております。はい、今回のタイトルなんですけれども、ストリートファッション、これは NG なのかどうかということでですね、今回はパート11まで来たんでやっていきたいと思います。意外と作ってましたね。自分でもびっくりしたんですけど、過去にこれの手の動画10個作ってたみたいです。で、今回はその11という形でございます。はい、いつも言ってるんですけど、見てくださってる方マジでありがとうございます。いつもコメントをくださってる方本当嬉しいです。やっぱコメント来ると僕の中もテンション上がるんで、これからもよろしくお願いします。一応コメントは今んとこ全部返してるはずです。あの返信とかになっちゃうと見れないんですよ、気づかなくて。あのコメント来たら分かるんですけど、そのコメントにさらに返信だと結構気づかない時あるんで、多分返してないこと多いと思うんですけど、申し訳ないです。なんかすいませんって感じなんですが、でも気づいたら返すようにしてるんでよろしくお願いします。で、この手の動画なんですけれども、過去にもやってますね。一応パート1からパート10まで作ってるんで、よかったら昔の動画を見ていただけると嬉しいです。で、今回はこの合わせありなのかなしなのかについて考えていくような動画になってるんですが、今回の取り上げるテーマ3つ挙げるんですけれども、少し気にしすぎな内容かもしれないなっていうものがほとんどです。正直言って別にここまで考えなくていいんじゃねえかなって思うこともあるかと思うんですけれども、ちょっと細かめな内容を今回まとめましたんで、ぜひ見ていただければ幸いでございます。一応注意事項なんですが、あくまで個人的見解でここから先は述べていくことになるんで、僕の言ってることが正解というわけではないということだけご了承ください。あくまで参考程度にご覧いただければ嬉しいです。では早速やっていきたいと思います。ストリートファッション、これって NG、 はい、パート11で、前回のパート10がその30までやってるんで、その31いきます。はい、ショックスやフォームポジット、エアジョーダン、エアマックスプラスなどにレールロードソックスを合わせるのはありなのかなしなのかというところでございます。はい、まあ、ショックスポジット、エアジョーダン、マップラとかを皆さん分かってると思うんで、じゃあレールロードソックスって何なのってところだと思うんですけれども、レールロードソックス、これですね、あの巷で大人気ですよね、レールロードソックス。やっぱアパートメントさんとかも取り上げて、結構この手のソックス人気結構出てきてんじゃないかなと思ってですね、紹介させていただくんですけれども、なんかよく結構このソックスはいいぞみたいな感じで取り上げられてることとかも見たりしたりして、まああの、まあ、ビーボーイとかストリートファッションとかだったらとりあえずこれ履いとけみたいなこととかあると思うんですけれども、果たしてそうなのっていうところですよね。はい、確かにこのソックスはかっこいいです。ただじゃあ、B ボーイだからといって、ショックス、ジョーダン、フォームポジット、ここら辺のスニーカーにレールドソックス、こういう感じですね。白ソックス、ちょっと垂れました感じ、ありなのかどうかっていうところで、今回は考えていきたいと思うんですけれども、これは僕の見解なんですけど、僕だったらこれは組み合わせは絶対、絶対にしないですね。レールロードソックスとこういったポジットとか、あ、ジョーダンマップラとか、ああいうテイストのスニーカーと合わせることは僕だったらやらないなっていう感じでございます。理由で言うと、テイストがやっぱり違ってきてる気がしていて、本当に語彙力が乏しいんで、うん、テイストが違うっていうすごいなんか曖昧なニュアンスの表現だと申し訳ないんですけど、気分的に違うんですよね、この手のソックスとあの手のスニーカーは。理由としては、ちょっと細かく伝えていこう。ちょっとだけ語彙力上げていくと、苦さと稲田さが喧嘩し合うっていう感じだと思うんですが、レールロードソックスってどっちかっていうと稲田い感じなシルエットっていうんですかね、 90s と合わせるような感じかといって、じゃあフォームポジット、ジョーダン、ショックス、マップラってなんかやっぱ2000年代以降の苦い感じのスタイルなんで、そこと合わせちゃうと、なんかどこに落としどころ持ってってんのかなみたいな感じで、個人的には気分が合わないっていう。その手のスニーカーを履くんであれば、もう普通にナイキのこの定番のロゴのワンポイント入ってるソックス、3足パックのやつとか、まあエリートソックスとか、まあここら辺とか合わせていくんじゃないかなというふうに思っていくるんですけれども、なんでですね、レールロードソックスとこのスニーカーとか履いちゃうと、なんか個人的には、なんかあれっていうか、ちょっと違うんじゃないかなって感じちゃいます。レールロードソックスを逆に履くんであれば、このニューバランスとかバンズとかアディダスのこの手のキックスに合わせていくんじゃないかなと。で、トップスもちょっとオーバー気味にしてって感じなんですかね。まあキャップとか普通にグレーブリムのヤンキースとかでいいと思うんですけれども、レールロードソックスとかになっ
ってくると、こういう稲田路線の方のキックスで合わせていくのが、鉄板でいいんじゃないかなと個人的には感じております。はい、でその次ですね、はい、その32でございますけれども、ストリートファッション、これ展示その32です。ショックスやポジット、エアジョダ、マップなのにジャンスポート、バックパックって感じです。はい、くどいですけど、またあの手のスニーカーに今度はジャンスポートのバックパックってどうなんでしょうかっていうところですね。はい、ジャンスポートのバックパックこんな感じですよね。もうこれ安くて定番、もうずっと着用してる人これ多いんじゃないかなというふうに思います。ノースフェイスのバックパックよりちょっとワンランク買いやすい値段というか、まあ、カーハートとかあの手の、モノよりちょっと安いとか、まあその同等みたいな、そんな感じなんでしょうか。このすごい形はかっこいいですね。で、まあこのバックパックと、まあさっきも言ったこのショックス、ジョーダン、ポジットマップラとか、まあこの手のスニーカーとか、はい、苦めのスニーカーに合わせていくのどうなのかっていうところなんですけれども、はい、まあこれも僕はちょっとやらないっすね。一見いけそうな気しますし、別に言っても変じゃないんですけど、僕はちょっとやっぱ気にしちゃうというか、これじゃないかなっていう感じがしますね。はい。また理由なんですけど、すいません。表現力がだいぶ乏しいです。テイストがどうしてもやっぱりちょっとずれてくるのかなっていうふうに思ってしまいます。一見かっこいいんですけれども、なんかやっぱ気になっちゃうんですよね。またこれもニュアンスなんですけど、90sっぽさと現代っぽさがどうしても喧嘩しちゃって、ジャンスポートの90sっぽさの雰囲気と、キックスの現代っぽさがなんかうまくマッチングしてこないなっていうふうにどうしても思っちゃいます。だったらやっぱりこのノースフェイスのバックパックで、ちょっと時代背景とかもなんか合わせてった方がかっこいいんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ気にしすぎなのかもしれないですけれども、逆にジャンスポートの、リュックショーンであれば、さっきも紹介したこの手のニューバランス、バンズ、アディとか、まあここら辺に合わせていくと無難なんじゃないかなと思います。で、それでこのスタイルにさっきのレールロードソックスとか合わせていくと、また統一感、スタイルの統一感も出ると思うんで、結構こういうとこ僕見ちゃうんで、なんか、まあ妥協してしょうがない時とかもあるんですけど、なんかいけるんだったらここまでしっかりやった方がなんかマナーなんじゃないかなっていうふうには思いました。本当に細かくて申し訳ございませんでした。はい。で、サクサク釣り行きます。はい。はい、またくどいですね。これ、ストリートファッション、これって NG、その33です。はい、ショックスやフォンポジットのようにヴィンテージポロ。はい、またこの手のスニーカー出てきちゃいましたね。今回はもうこの手のスニーカー縛りで行く感じです。これにヴィンテージポロ合わせるのはどうなのかっていうことですね。どうなんでしょうね。またこれも悩ましいところですね。まあ、ヴィンテージポロっていうと、まあ、ここら辺有名なのこれですよね。多分1992スタジアムシリーズとか、スキーとか、あとスノービーチが、やっぱここら辺の、まあ、復刻はされてるんですけど、まあ一応、復刻されてるとはいえ、まあ元がヴィンテージポロのシリーズなんで、一回ちょっと復刻も含めてヴィンテージポロというくくりにさせてもらっちゃうんですけれども、まあこの手のウェアにさっきのショックスポジットとか合わせていくのって、ぶっちゃけどうなんかな、みたいなところなんですけれども、はい、こういう組み合わせですね。どうなんでしょうか。まあ一見なんかですね、かっこいいし、いけるんじゃないのかなっていうふうな感じなんですけれども、すいません。今回はちょっと僕、全部ちょっと違うなと思ってるものばっかり上げてます。なんで、これはちょっと僕は違うかなっていうふうに考えております。理由としてはなんですけれども、なんかやっぱりその時代背景が合わない、新旧混じりで統一感が出ないというところで、ヴィンテージポロで行くんだったらスニーカーもそっちの路線で行った方がいいんじゃないのっていう風に感じで思っちゃいますね。相変わらず語彙力なくて申し訳ないです。なんか落としどころをどこにしてるのかが全くわかんないと。まあ知らんけどって感じなんですけど、色だけ合ってればいいわけじゃないし、なんか、スタイルサイジングが、なんか一見決まってるように見えても、なんか最後の意味合わせのところがあれってなっちゃったりしたら、もったいないなっていう風にはすごい感じちゃいますね。で、この記事にも書いてあったんですよね。これはGOK さんと西山理髪店のダックローさんと、あとアーバンライダースのユータンさんの3人のこのインタビューのあって、このラルフ・ローレンとヒップホップっていう、これめちゃくちゃいい記事なんで、ぜひ見ていただければなと思うんですが、これの第1回目の記事でですね、ダックさんが言ってるんですよね。はい、なんかそのヴィンテージポロで合わすときにこれ書いてあるんですけど、92年当時の洋服に96年出たくて、つまり当時であれば未来は存在しないわけで、物理的にありえないからやらない。一生懸命90年代の格好を真似てる子たちの中で、色だけ合ってれば91年のジャケット着て再現しようとしてるのに、足元が2000年代入ってたら出たカラーで合わせてたらですね、まあそこまでやったのに靴がと思っちゃう。まあさっきも言った通り、ファッションは基本自由なので人の勝手ですが、そうこういうことを言ってらっしゃるんですね。まああくまでやっぱりその最後におっしゃってるように、基本自由なんで人の勝手
っていう風に言っていらっしゃって、まあ当然そうですよね。まあ自由ですし、まあファッションは、まあね、自由っちゃ自由なんですけど、でもファッションは自由だってのもやっぱ違うよっていうところですよね。なんかやっぱりここまで合わせたんだったらここまで合わせきれよみたいなところを言いたいんだと思うんですけれども、僕はやっぱ同じこと思っちゃいましたね。ということでですね、やっぱりちょっとやっぱテイスト的に合わせないといけないんじゃないかなという風に思ってますと。ということでこの記事ですね、絶対見てほしいです。はい。で今回いろいろまとめてったんですけれども、いやお前の言ってることそれ違うわみたいなこととかあればぜひ教えていただければと思います。僕も全知全能の人間ではないですし、言ってること間違っちゃうこととかもやっぱあるんで、いやさっき言ったこれはこうじゃないっすみたいなこととかもしなんかあればですね、教えていただけたら幸いでございます。あくまで今回は個人的意見で やりましたし、はい。じゃあね、ファッションは自由だっていうこともありますし、でも僕は自由な中でもマナーはあると思ってるんで、ということでございました。はい。最後に一言なんですけれども、さっきご紹介したポロラルフローレンとヒップホップ、このユータンさん、ダックローさん、ジオケイさんのインタビュー、この第2回もですねやばいんで、これ見てほしいですね。ユータンさんがタイムズスクエア前でやったポロのバトルの時に優勝したこととかに触れたりもするんで、はい、ちょっとこれはビーボイには見た方がいいんじゃないかなというふうに思っております。今回の動画は以上です。ありがとうございました。